はい、どうもすいません。はい、ちょっと私もですね、もうちょっと遠慮しないですね、どんどん話そうと思ってですね。はい、今回またスピリチュアルでもう何回目でしょうか。はい、再生リストをやっておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、これはもうスピリチュアルですね、今日。この方が新人で、マイメロちゃん。はい、マイメロちゃん、かわいいですよね。道でね、泥だらけでもう真っ黒でね、もうよくこんな綺麗になったなと思ってですね、お風呂で、石鹸でお風呂入ってね、一緒にお風呂入って、綺麗にしたらね、まあ相当前ですけどね。はい、他にもですね、ちょっと紹介したい人いっぱいいるんですけども、ここの上には乗っからないのでですね 分からない。どれだけね、うちの娘はこうね、人形を集めたのかってね、今はどうされてるのか分かりませんけどね。今はね、それでですね、今ちょっと議論の話をちょっと聞いてたんですね。議論ですね。議論って、私もだから、まあ、たまにちょっとね、なぜかね、書かれたりしたんで、本当にあれも、まあこの YouTube のコメントもそうですけどね、まあ全然来ないのもね、まあ全然来なくていいかなと思って、もう来ないからいいやと思ってですね。やっぱりコメントがついてるやつには書くんですよね。安心してね、安心して書くんですよ。で、関係ない人は関係ない書くんですよ。書きたい人は書くんですよ。だから、まあそういうね、なんか心理も、そういうのも心理ですね。やっぱその人の性格っていうかですね。で、あとはすごい慎重派とかですね。もうなんかを書くってことはすごい慎重になる方もね、いらっしゃるわけ、いろいろいらっしゃるわけですよ。で、ある程度はこう慎重な流れにはなってると思うんですけども、まあでもね、なんかコメント、ツイッターのあのコメントも同じなんですけどね、こう画像を貼り付けたりね、まあいろんな人がいるわけですね。あとはですね、その文章力も出ますね。文章力、ボキャブラリーですね。だから私は読書の回をですね、やっぱりですね、これ本読んでる人と読んでない人は、これも明らかに、違うと思うんですよ、私はね。本を読む。漫画でいいんですよ、漫画でですね。漫画たくさん読めばいいんですよ。同じことなんですよ。まあ、インターネットの文章もそうなんでしょうけど、でもやっぱりですね、漫画の文章と、本の、ね、例えば小説でもいいしですね、文章違うんですよね。違うんですよ、なんか。これが分かると思うんですけどね、本ね、読む。だからすごい難しい文章を理解するとかそういうことではないんですよ。だからすごい難しい文章っていうのは、逆にまたね、変な感じもするしですね。だからまあ推理小説とかそういうのでも、まあ推理小説もまたあれですけどね、推理小説じゃない小説っていうのも、なんか、あと恋愛になっちゃって、なんかもっとね、違う本っていうか、そういうのがね、いっぱい出ないのかなとかね、ずーっと。もういつから思ってるんだ、相当、本当にね、二十歳ぐらいから思ってますよね。それでですね、議論ですね。議論はもう無駄なんですね。議論は無駄なんですよ。議論は無駄なんですよ。あと、議論するとですね、本当に、精神的にも良くない。良くない。良くない。
あの知識がないのはまた別ですよ。知識がね、うん、知識があって、うん、だから何かを信じてるわけですよ。何かを信じてるんですよ。で、今日は言わないですけどね、でもそれって間違ってないですかっていう、だからそれその知識をあのわざと得ないのかその辺わからないですね。そういうのもあるしですね、どうしてもこの論理的にですね、まあこの論理っていうものもまたねまた難しいとスピリチュアル的には難しくなってくんですけど、難しくなってきますねこれがね、はい、ただもう何かを信じちゃってたらもう盲目的に信じちゃってたらもう余計無理だしですね、盲目的に信じてる人に何かをね話するのはもう無理ですから、それはもう離れた方がいいわけです。だから多極化多極化とですね、多極化ともう二極化じゃないんですよ、多極化なんですよ、本当に多極化、ね、だからその本当に細かい集団で集まりたければ集まればいいんですよ、私もあの集まるの嫌だから、集まるの嫌じゃないですけど、無理なんですよ、無理なんですよ、本当にあんまり人数が多くなるともう、あのお味噌チャンネルさんで言ってるんですよ、思想が強いってね思想が違うわけだから、だからそれを全部理解した上で、あの人はこうなんだって思える人ならだけなら集まれるんですよ、ね、分かりますでしょうか、だからそうでないとですね、そうでないと、あの相手をね、だからまあ盲目的にね何かを信じてる、人を別にそれ否定しなければいいんですよ、否定しなければうまくいくんですよ、あそうなんですかってね、だから無駄なんですよ、それを変えさせようとかしたらもうそれ無理だから無理ですからね、で何、はっきり言って何にもしない方が私はもう、いいような気が、最近はしてますね、もうね、やっぱ集合的無意識ですよ、集合的無意識でやっぱりですね、変わっていくわけですよね、あの時はこう思ってたけどっていう、私自身もそうですしね、本当にもう本当に1ヶ月前考えてることと今考えてること全然もう考えてること違いますしね、もう日々変わっていくわけですよ、で根っこの部分はね変わらないですけどね、根っこの部分はね、変わらないですけれども、議論は無駄ですね、あのどんなに論理的に、正しくても、それはもう 無駄ですね、あの争いになるだけなので、争うともうとにかく戦わないことですよ、とにかく戦わないこと、だからもうコメントもですねあんまりなんか、この間はちょっとね一本やっちゃいましたけどね、まあそれはね返事はねやるのはあれやっといた方がいいかなとは思うんですよね、ある程度ね、ただもうなんだかいきなり喧嘩腰みたいなのはね、いきなり喧嘩腰みたいなのはもう全然もう余地がないじゃないですか、そういうのは全部文章でわかるから、いきなり喧嘩腰の人に何言ったって無駄ですからね、無駄ですからねそんなのね、今だから聞いててテレビの討論みたいなのあるじゃないですか、あれ討論じゃなくてねこうなんかこうエンターテインメントですよね、討論じゃないんですよね、大きい声出してねうわわわわやったりね、ああ言えばこう言うでねこううわーってやったりしてね、そうやればこう番組が盛り上がるから、テレビの討論っていうのは討論じゃないんですよ全部、エンターテインメント、もうなんかねもうガチャ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 した方がね面白いわけですよ、見てる方はね視聴者はね、
それを期待してみてんだから、だからそれ討論じゃないんですよ、うん、本当の討論っていうのはもっと静かなものですよね、うん、禅問答じゃないですけどね、うん、そういうことじゃないですかね、っていう、結構、うん、スピリチュアルだね。あとはもう話なんかしなくても分かるっていうかね、うん、これが言いたかったんですよ。話をしなくても分かるじゃないですか、ある程度分かるんですよ。ある程度話をしなくても雰囲気で分かるんですよ。でその雰囲気っていうのはもうずっと私も本当にずっと前からもう本当にこの YouTube 始めた時ぐらいから言ってますね。2012年か13年ぐらいから言ってますので、うん、言ってると思います。はい、言ってきたのね、うん、雰囲気でわかるんですよ、うん、だから議論っていうのは無駄なんですよね。はい、ということで話さなくてもわかるっていうことですね。はい、だからもうそれに巻き込まれないように気持ちよくやっぱり生きるべきですよね、うんうんうん、人がどうなってようが、うん、もうまあはっきり言ってこの世界がどうなってようがね、もう自分には関係ないと思えば関係ないですから、何も見なければね関係ないですからね、見ないものは存在しないですからね、うん、何にも見えなければでもそれもどうかなとも思うわけですよ、うん、それもどうかなと、うん、だからやっぱりテレビだけ見てる人、まあそれテレビも見なければいいんですけどね、うん、テレビだけ見てる人とツイッターをあれこれ見てる人と、うん、もういろいろ見た上で、考えてる人と、もうだからもう多極化なんですよ多極化なんですよ、うん、でツイッターを見るって言ってもね、プラモデルのばっか見てたらそのやっぱもうそういう思考になるじゃないですか、うん、だから それは別にいいとか悪いとかじゃないですよ、うんうん、その人にはそれでいいわけですから、うん、あのそれを別に否定することもないですしね、はいはい、ということでですね、うん、いかがでしょうかということでございまして、はいはい、なんか伝わればなと、うん、これも別に言葉じゃなくてですね、言葉じゃないものも伝わるわけですよ、うん、ちゃんと喋ったから伝わるっていうものでもないわけですよ、うん、この YouTube 動画とかね、全部そうじゃないですか、はい、はい、どうもすみません、ありがとうございます。